きは京阪で勢3名に、その後7番の吉原。後続の追い上げは届くのかどうか、ブルーランプが消えていきます。スタート5秒前、3秒を切りました。1つ目の準決勝9レース、スタートしました。10メートルのスタート、2番栗原俊介、好スタートを切りました。20戦外から5番の塚越が好発進、4番の金山が遅れている。後ろからは7番の吉田京介のかばし、インコース6番の神穴が4番の金山のインコースを狙っている。神穴が内、外からかぶせて7番の吉田が塚越の後ろ5番手に上昇。先頭は早くも2番栗原に変わっています。レーサー2周目、栗原俊介速攻で先頭。そして中段では7番の吉原が5番の塚越を攻略、連れて上がって6番の亀山がついてくる形になりました。さあ吉原京介も早めに4番手上がっている。先頭2番の栗原俊介、ペースが上がります。2番手笠原の後ろ3番戸塚直樹、そこにカラマンとするは7番の吉原、そして6番の神谷田、5番の塚越その後になりました。2番手の末は熾烈な攻防となるか。3番の戸塚直樹が後ろを抑えている。さあここで吉原をまくるか神谷田、神谷田が吉原をまくった。4番手と変わって上がって残り3周回。さあ追いの主導権は今度は6番の神谷田が掴んでいる。2番手の末は激化しています。1番の笠原、3番戸塚直樹、この2人が壁を作っている。その後神谷田をもう一回吉原が差し返そうとしている。抑え込む神谷田、残りは2周回。先頭2番の栗原俊介、2番手1番の笠原、3番戸塚直樹がうまく1番笠原を使いながら高速を抑えている。さあ神谷田が飛び込んでくるかどうか、突っ込んでくる6番の神谷田、戸塚直樹を捉えた。神谷田が3番手上がって連れて吉原、4番手ブルーフラッグ。残り1周回、もう一つの椅子をめぐる攻防は1番の笠原に神谷田匠、さらには7番の吉原京介、2番手の水は3台の攻防。さあ神谷田が切り返しの体勢か、1番の笠原の内から神谷田ですか。笠原優勢、勝ったのは栗原。攻めの主導権を掴んでいきたいのは7番の松本、8番の篠原が人気は大降格となっています。早い攻めとなるか、外枠両者、ブルーランプが消えていきます。5秒を切りました。3秒前、2つ目の準決勝10レース、スタートしました。ゼロハンドスタートはインコースから田崎が行った。4番の田中悟、大きくスタート立ち遅れてしまいました。3番の伊藤昌司、3番手その後ろは集団となっている。5番の鈴木壮太がこらえるか。外6番の中山もスタート悪くなかった。8番の篠原が松本を序盤で攻略、4番田中悟最後方。2周目へと向かいます。先頭はサリアに変わった。田崎が捕まる。3番手交代、伊藤昌司2番手上がりました。先頭サリア、2番手伊藤、3番手1番の田崎萌。さあ2番のサリアのインコースえぐりました。伊藤昌司が先頭に立っています。伊藤昌司が先頭だ。2番手2番サリア、3番手1番田崎、残り4周回。その後は5番の鈴木壮太、そして6番の中山が頑張っている。8番の篠原はその後ろにいる。ここで中山のインコース、篠原が覗いているが、6番の中山光が抑え込む。7番の松本は後方から2番手田中悟最後方。あと3周、伊藤昌司が先頭キープ。2番手サリアも懸命に食らいつく。1番の田崎が3番手、まだゴーッとサリアが伊藤昌司をなんと逆転。ここでサリアが先頭に立ったが、どこかに流れてしまった。もう1回内側から伊藤昌司差し返して残り2周回。それを見ているのは1番の田崎に8番の篠原、内狭いところ、外盛り返してくる鈴木壮太、さらには6番の中山光。混戦となった伊藤昌司、2番のサリア、田崎もまだ粘っている。その後ろ鈴木壮太を捉えて8番の篠原、ブルーフラッグ残り1周。内枠の3名が前を固めている。8番篠原、力尽きたが流れた。そこを鈴木壮太が逆転。4番手先頭が伊藤昌司、2番手サリア、3番手1番の田崎が粘った粘った。先頭3番伊藤昌司だ、ゴール。
各ハンデラインの外にいる選手が人気となりました。木村恭平はとにかく序盤戦一気に先頭に立てるかどうかがポイント。ブルーランプが消えました。3秒前、11レースの準決勝戦スタートしました。10メートルのスタート、木村恭平スタート悪くない。伸びた、伸びきった。2番手にすんなりと上がった。そして5番の木山も好スタートを切っている。木山が4番手から3番手へと序盤戦で上がってまいりました。8番の中村雅人は最後方。まずは序盤一つクリアしたと言っていいでしょう。3番の木村恭平、荒川をスタートで飲み込んで2番手につける。北爪も一気に攻略となりそうか。3番手5番の木山、さあこの辺りで木村が北爪のインコース狙っているが、北爪もやはり動きが悪くありません。先頭キープ。さあ木山が木村の後ろ差を詰めている。残り4周回、さあ木村恭平は早めに北爪を攻略しなければなりません。後ろに木山が来ている。まとめてきそうな木山、インコースから木山、外から木村、並んだが木山が出た。木山が前に出た。木村は2番手になった。8番中村はまだ後方3番手を走っています。先頭5番の木山、2番手が3番木村、そして3番手車間が空いた1番の北爪、その後ろから8番中村ですが、まだ中段6番手から5番手あたり、前の2人が後続を離している。3番手争い混戦からは荒井啓太が先に3番手へと上がっている。終盤戦に入った有志堅の2人はほぼ安泰と言っていいのか。先頭が秋山突き放した。木村恭平離された2番手、そして3番手には7番の荒井啓太。2位級のパワーでこの後どこまで差を詰めるか。ブルーフラッグ残り1周回、しかし2位級の気力でもこの車間は厳しいか。3番手中村雅人は4番手までとなっています。先頭が秋山、2番手が木村、そして3番手には7番の荒井啓太。中村雅人は4番手まで。木山裕貴降臨。山から売れているのは4番中田、7番の山田、2番北渡瀬、さらに3番清水とこの辺り。10秒を切っています。ランプが消えました。3秒前、12レース最後の準決勝スタートしました。ゼロ班からは決め好スタートを切りました。3番清水丸くないスタート、そして20戦外から東尾の先行、そして青山周平が一気にかましてくる。一気に中段に上がってくる8番の青山周平であります。もう5番手から4番手、3コーナーで5番の東尾まで捉えた青山周平。序盤戦で5番手に5番手から4番手上がりました。レースは2周目、逃げる1番の決め強策、ペース悪くないか。2番手が2番の北渡瀬、少し離されている。3番手は3番の清水、その内側に早くも狙っているのは8番の青山周平だ。ノンストップ3番手へと上がってまいりました。もう北渡瀬も捉えそうです。8番の青山周平、残り4周回、中段の争いになりますが、5番の東尾正道、東尾正道が3番の清水を捉えている。その内側から7番の山田達也が一気に捉えてくる。山田達也がここで4番手へと上昇。先頭逃げる決め、追いすがる青山。残りは3周回、青山周平が決め強策の後ろにピタリとつけました。これはどうやら捉えそうだ。そして3番手争いは北渡瀬粘っているが、内から山田達也が体勢作って飛び込む。3番手へと山田が上がりました。北渡瀬4番手交代。さあ残り2周回、青山が先頭。キレ強作ももう一つの椅子をなんとか守りたいところでありますが、山田達也が狙った、飛び込んだ2番手へと山田達也が上がっています。3番手にキレが交代、その後2番北渡瀬、5番の東尾のブルーフラッグ残り1周回。先頭は8番の青山周平、シリーズ3勝目濃厚であります。序盤戦から速攻鮮やかでした。そして2番手山田達也、川口からもファイナリストが生まれそうです。3番手は離れたが、1番の木部京作がこれは残す。8番青山周平完勝。
覚悟を決めましょう。今日も走路を桜色に染めるか、青山周平ピンクの勝負服。相手は3番栗原と7番の山田に集まっています。ブルーランプが消えていきます。5秒前3秒を切りました。青系杯優勝戦スタートしました。青山周平好スタート。ゼロハンはインコースからサレーが行って枠なりか、10メートルの3台もきれいに枠なりで出ていった。そこに絡まって6番の木山でありますが、6番手変わりません。まずは1番のサレーが行きました。2番手が笠原、3番手僅差、3番栗原俊介。栗原俊介が2番の笠原の直後につけています。外を開けていく、やや滑っているが大丈夫。その後4番木村恭平、その後ろ外を回って5番の伊藤昌司、内から来ました青山周平、伊藤昌司を捉えました。そして2番手の水は笠原を突破、3番栗原俊介2番手に上がりました。1番サレオの直後に3番の栗原俊介、切り返しの体勢だ。さあ残り4周回、まだサレアが頑張っています。サレア頑張っている。そして4番の木村恭平まで捉えた青山周平、現在4番手。さあ今度はどうだ、今度は入っていく。栗原俊介先頭だ。1番サレア2番手交代、2番の笠原が懸命の応戦ですが、内から青山周平が差し込んでくる。外4番木村、残り3周回、ここで2番手まで上がってくる。青山周平が同期栗原俊介の後ろまで来ました。3番手1番のサレアが粘って、2番の笠原が4番手、その後外を回る4番木村、内から6番の木山が突っ込んでくる。3番手争いは終盤もつれそうか。3番栗原対青山周平同一対決、残り2周回、ここで蹴りをつけるか。インコース飛び込んだ、青山周平飛び込んだ。3番栗原俊介2番手交代。さあ3番手争いにやはり終盤戦の盛り上げ役山田達也が追い込んできた。さあ3番手まで見えてきた山田達也、1番のサレアを捉えるか。ブルーフラッグ残り1周、懸命に粘っている1番のサレアを山田が捉えて3番手に上がりました。先頭が青山、懸命に食らいつく栗原俊介2番手、3番手が7番の山田達也。最後のレースはガチガチの決着となりそうだ。地元4連続 V 青系杯2度目の優勝、青山降臨。格の違いを見せつけました青山周平。3と8の組み合わせ260円、3連単8番3番7番760円、3連複3と7と8の組み合わせ。注目の結果は？優勝しました青山周平選手にお話を伺います。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。通算74回目、今年5度目の優勝です。まずはお気持ちをお聞かせください。はい、すごく嬉しいです、まあ、新年度最初の伊勢崎でのレースですが、最高の形で迎えましたね。まあ、そうですね、はい、はい、よかったです。またはい、あ、手招きされてますがおめでとうございます。新年度ということでナンバーワン勝負服もお披露目となりましたが、すごくお似合いです。あ、はい、今回は可愛らしい感じですごく気に入ってます。はい、ハートもお似合いです。はい、ありがとうございますではレース振り返っていきます。はい、試走は 3.26 で、手応えはありましたか？そうですね、試走感じよく乗りました。はい、スタートはご自身の中で切ればいかがでしたでしょうか？はい、よく切れたと思います。道中は着実にさばいていきましたけれども、まあ、レース足というのはいかがでしたでしょうか？スタートして1周目の1コーナーでちょっと自分のミスで滑らせてしまったので、そこからまあ冷静に、一社一社さばいていこうと思いました。はい、さあそして栗原選手を追っている時というのはいかがでしたか？そうですね、誰が早く先頭に立つのか、後ろで見てたんで、握られないように一生懸命、前を追いました。はい、さあそしてゴールした瞬間いかがでしたでしょうか？はい、やっぱり地元での優勝は、すごく嬉しいです。地元4連続優勝ですが。あ、はい最高ですね、はい、はい、
さあ次節はいよいよ4月26日から川口で行われる SG オールスターオートレースが控えていますが、はい、意気込みを含めてファンの皆さんにメッセージをお願いします。はい、いい感じで、来れてるんで次も一生懸命頑張りたいと思います。あとあれさあ、あれ日和選手が日和日和あれいない日和選手があれ今どこか行かれてますかね。日和選手いますか。どうぞどうぞどうぞ。あ、日和呼んで。はい、来いって。さあ特別出演ですかね。はい、いつも自分ばっかりインタビューはつまんないと思う。そんなことないです。先のフレッシュな新人の子。可愛い日和選手。はい、あ、登場です。日和選手はい、お客さんに意気込みを。じゃあちょっと、あ、では今後のフレッシュな日和選手に今後の意気込みをよろしいですか。はい、もっと早くなれるように頑張ります。応援よろしくお願いします。今節は2度も、ね、はい、勝利がありました。はい、今後も頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。特別出演でした。ありがとうございます。これはもういいや。